はい、皆さんどうもこんにちは。ヒロシの隠れ家です。今日ですね、ヒロシの隠れ家倉庫から一本ね、ウイスキーをご紹介したいと思います。ではね、ヒロシの隠れ家倉庫に行ってみましょう。いかがだったでしょうか。ヒロシの隠れ家倉庫には未開封のものから海鮮済みのものまで20年ほど前から集めているウイスキーが約ね600本ほどあります。まあ高価なボトルはありませんが、懐かしいウイスキーねたくさんあると思います。まあまだまだね全ては紹介しきれませんが、徐々にねご紹介していきたいなと思っています。そんなヒロシの隠れ家倉庫に眠るウイスキー、今回ご紹介するのはこちら、じゃん、ダルウィニー15年。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルはですね、このようなボトルとなっています。今日はね、実は少し小さい 200ml ボトルのダルウィニー15年となっています。まずはね、情報から。ダルウィニー蒸留所はスコットランドの北ハイランド地方に1898年に設立されました。当初はストラススペイ蒸留所という名前でしたが、1905年頃に今のダルウィニー蒸留所へと名前が変わりました。ダルウィニー蒸留所はハイランド地方のほぼ中央にあり、ハイランド地方を代表する味わいとなっており、クラシックモルトシリーズではハイランド地方代表の銘柄として選出されています。ということでですね、まあウイスキー好きな方に馴染みの深いクラシックモルトシリーズのハイランド地方代表銘柄ダルウィニー15年、今日はねこちらをご紹介したいなと思います。まあ、まずはですね、クラシックモルトシリーズとは何かをねご紹介したいと思います。クラシックモルトシリーズとは、今は亡きユナイテッドディスティラリーズ社が提唱したシリーズで、スコットランドの6大生産地の中からその特徴的な味わいのものをセレクトしたシリーズです。スペイサイド地方のクラガンモア12年、北ハイランド地方のダルウィニー15年、西ハイランド地方のオーバン14年、ローランド地方のグレンキンチー10年、アイランズ地方のタリスカー10年、そしてアイラ島のラガブーリン16年の6本がクラシックモルトシリーズとして選出されています。ただね、クラシックモルトシリーズっていうのはユナイテッドディスティラリーズ社の所有する蒸留所のシングルモルトウイスキーを世界中に広めるために提唱しているため、キャンベルタウンモルトはね残念ながら入っていません。ハイランド地方からはこのねダルウィニー15年の他にオーバン14年も選出されているんですが、オーバンはねその味わいの特徴からキャンベルタウンモルトの代わりにね選出されたと言われています。ということで、本当のねハイランド地方代表銘柄はこのねダルウィニー15年なんだと言われているんですね。ダルウィニー蒸留所はハイランド地方のほぼ中央にあり、北ハイランド、南ハイランド、東ハイランド、西ハイランド地方すべてと面しており、北のリッチさ、南の軽やかな口当たり、東のフルーティーさ、西のライトな風味など、ハイランド地方の各地域の良さを感じられるウイスキーとなっています。まあ、ハイランド地方の東西南北地域全てに面している蒸留所ということで、ハイランドモルトのね、味わいを全て感じられるウイスキー。それがね、このダルウィニー15年となっています。すごいですよね。こちらはですね、2年ほど前、酒の山屋さんで購入しているようです。なんとね、私こういう箱の中にレシートよく入れるんですが、レシート出てきました。このようにですね、酒の山屋さんの、山形のね、大の目店さんで購入しているようですね。2020年の6月5日にね、購入しているようです。なんとね、しかも価格が、これまあ 200ml なんですが、すごい安い。1480円なんですよ。今多分この値段で買えないんじゃないですかね。すごい安いですよね、今見るとね。700ml が多分今5000円ぐらいなので、まあ換算してもかなり安いですね。ということですね。まあ、こちらは
2年ほど前に酒の山屋さんで購入させていただいたものです。価格は1480円、容量は 200ml、 アルコール度数は43度となっています。ではね、早速ダルウィニ15年飲んでみたいと思います。このようにですね、ミニボトルながらきちんとした小緑になってますね。色味はですね、このように少しね、黄色みがかった琥珀色ですね。はい、ではね、早速香りから。おー、香りはね、すごいいい香り。すごいね、こうウイスキーらしい麦芽のね、甘い香りしますね。そしてね、洋梨のようなちょっとこう熟したフルーティーな香り、スモーキーさもね、ほとんどありません。かなりね、上品な香りですね。これはいい香り。ではね、いただきたいと思います。おいしい。口当たりはね、柔らかくて蜂蜜のような甘み、そしてやっぱりね、この熟した洋梨のようなね、ねっとりした甘さもありますね。後味はね、意外とスパイシーで、麦芽感も程よくあり、ザ・ハイランドモルトという味わいになってますね。これはね、皆さん、飲んだ方がいいと思います。本当に美味しい。多分、ダルウィニって、まだね、こうマイナーなシングルモルトだと思いますので、飲まれていない方もね、多いと思います。ダルウィニー蒸留所の年間生産量はかなり少なく、作った原酒もそのほとんどがブレンデッドウイスキーの原酒として供給されています。シングルモルトとして出回るのは年間生産量のだいたい 5% ほどだと言われてますね。かなり少ないですよね。なのでね、まあ、どこにでも売っているウイスキーというわけではないと思います。ちなみにダルウィニーはブラック&ホワイトや高級ブレンデッドウイスキーロイヤルハウスホールドのキーモルトになっています。まあ、まだね、飲まれていない方、ぜひね、このダルウィニ15年飲んでみてください。いいですよ。ここでですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にある全てのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。今回ご紹介したダルウィニ15年は北ハイランド地方にあるダルウィニ蒸留所のウイスキーですので、こちらにね、積み入れをしていきたいと思います。このようにですね、ダルウィニー蒸留所の隣に積み印が押されました。これでですね、残り51箇所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成ということになっています。まあ、まだまだね、先は長いんですが、ゆっくりとね、完全制覇目指して頑張っていきたいと思います。ということで、今日のヒロシの隠れ家は、ヒロシの隠れ家倉庫で眠っていたクラシックモルトシリーズハイランド代表、ダルウィニー15年、こちらをね、ご紹介させていただきました。ではまた次回。